ゃあやっていきましょう。つむつむセブンサブリムフォーム限定プレイ招待ね。続いてニックズートピア、もうこれは見たことないけど、歌あのなんだっけ、主題歌を歌ってる人は知ってる。シャキーラ、うん、シャキーラは僕が大学の時にですね、スペイン語の勉強、スペイン語の勉強って何だ、スペイン語を第二言語習得で勉強してた時に、なんかね、そこのあれはメキシコ人の先生だったのかな、メキシコ人だったと思うんですけどね、その先生がそのいろんな映画とか、それからですね、まあそのスペイン語を使った曲とかをいろいろとこう授業中に流してくれたりとかしてて、その時にシャキーラのですね、ヒップスドンライっていう曲ですかね、まあ結構多分シャキーラって一番有名くらいの曲なんじゃないですかね、を見せてくれて、まあそれがまたすごいんですわ。あれなんだっけな、ベリーダンスっていうんですか、星付きエロすぎるやつね、あれを踊りながら、まあ英語と日本語、じゃあ英語何の日本語なの、英語とスペイン語を混ぜながら歌ってる曲がありましてですね、それをまあ見てたっていうこともあって、でもそれがたまたまそのズートピアの曲もシャキーラが歌ってるんですかねっていうのがすごい有名だったりするんですよね。うん、こういうね、なんか周辺情報は知ってるくせにね、肝心の本編を見たことがないっていうのが、もうこれ完全に致命傷ってやつですよね。お前だったら見ろよっていう話なんですよ。もうナイスツッコミですよ、皆さん。ありがとうございますっていうところなんですよね。ああ、相変わらずのね、口が回るんだけど、ね、一切中身のない話でね、こうね、ただただなんか画面上でどん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 自動で消えていくっていう画面を皆さん見せられると思います。いませんね、本当って。なんで上がってるんだってことなんですけど。まあ。これところでなんかこう、なんか何、このニックってキャラはちょっといいやつなの、なんか小さいやつになんか与えて去っていくみたいな感じのところに映ってるんですけど、そういうなんかちょっとお兄さん的ポジションのキャラなんですね。本当に見たことないからね、どんなキャラなのかっていうのがわかんないですけど、とりあえずネクタイ締めて緑のシャツ着てるっていうことだけはわかった。いやー、なんで消えてくれないの、とりあえずスキルがあと一回足りなくて、もう再びやらなくちゃっていうところだったんですけど、おお、めっちゃレベル上がってくれるじゃん。ということだったんで、とりあえずね、レベルも上がってくれてよかったです。ということで、続いてまたやっていきましょうか。はい。じゃあまたね、新しいミッションを選んでチャレンジしていきたいと思いますので、次回もご覧ください。